1976年の上市分駅と周囲500メートル範囲。左下が心分駅方面。かつては千鳥城にずれた単式ホームに面2線と外側に副本線を有していた。島上の単式ホームが撤去されて防線化されているが、線形がそのままになっている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成上市分駅は、北海道岩見沢市上市分町にあった、日本国有鉄道万事線の駅である。電報略号和かし、万事線の廃線に伴い1985年4月1日に廃駅となった。廃止時点で、短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは、線路の南側に存在した。無人駅となっており、有人駅時代の駅舎が残っていたが、 窓は塞がれていた。駅舎は、構内の南側に位置し、ホームから少し離れており、通路で連絡した。かつては大きく千鳥状に離れた単式ホーム2面2線と、駅裏側に副本線、駅舎横四分側に、貨物ホームと2本の引き込み線を有していた。当駅の所在する地名より、地名は、アイヌ語の主分別に由来し、川の上流にあることから、上を冠している。 1999年時点では、駅舎の一部が再利用されていた。2011年時点でも同様であった。萩野山市民スキー場の施設の一つとなっており、他の施設と見分けがつきにくいが、建物の前に国鉄万次線上四分駅と記載された花崗岩の石碑が混流されている。ホーム及び線路など、 その他の鉄道関連施設はスキー場に整地されたため撤去されている。ありがとうございます。